栗原市栗駒地区は稲屋敷に広がる水田地帯2005年9月撮影。栗原市は宮城県の北西部に位置する市。自然域で栗駒山麓ジオパークをなす。宮城県の北部、西側にあり、気象庁の地震に関する速報や情報で用いられる区域では大崎市、富市とともに宮城県北部に区分されている。北部は岩手県。 北西部は、秋田県と境界を接する。最高地点は、大宇山脈に属する地域北西端に位置する標高1627.4メートルの栗駒山である。地域は、大宇山脈から流れ下る浅間川、二浅間川、三浅間川及び、九浅間川の支流の流域に収まる。北西部は山地。中部、南東部では、河川沿いの低地と丘陵線が、 東西に伸びて入り混じる。定地部分のほとんどは、水田として利用されている。栗原市は、成立した2005年4月1日をもって、宮城県最大の面積を持つ、地方自治体となった。栗駒山を含む栗駒山地は、栗駒国定公園に指定されている。伊豆沼と内沼は、ラムサール条約の日本の登録湿地である。市内には、 合併前の町村を単位とする、市街地が点在する。そのうち栗原市役所が設けられているのは、月立である、その他、市民のため、各総合支所が設置されている。また、ほぼ市内中心部には、東北新幹線の栗駒、高原駅がある。その他に、セミネからカンナリには、東北本線が通り、市内には、東北自動車道月立てインターチェンジ。 若柳神奈なインターチェンジの二つのインターチェンジ、さらに、しわひパーキングエリア、神奈なパーキングエリアを有している。また、東北自動車道の月立てインターチェンジ、若柳神奈なインターチェンジ経由で、仙台市と結ばれる高速バスが、栗原市役所園で、市内各方面、市はさま、かんな若柳など、に分かれ運行されている。国道4号線が、 南北に走り、大崎市、古川栗原市内一ノ関市を結び、国道三百九十八号線が東西に走り、栗原市秋田県湯沢市とつながっている。さらに、登米市との道路門も整備され、栗原全域が交通の要衝の地である。二千五年の合併成立により、地域が広域となったため、気象庁による気象予報では、旧市波間町、 旧うぐいすざわ町、旧くりこま町、旧花山村の西部栗原と、旧月立町、旧赤柳町、旧高清水町、旧瀬峰町、旧かんなり町、旧しわひめ町は隣接する市とめしとともに、とめ、東部栗原に区分されている。さらに、西部栗原は宮城県西部に、とめ、東部栗原は、宮城県東部に区分されている。 アメダスは2箇所置かれている欠片の気候区分で、駒の湯は艦隊出順気候の本州では、比較的、珍しい DFB に属する。旧細総鉱山の後継。近戦以前近代以降合併後の選挙で市長が選出されるまでは、佐藤角次郎が市長職務執行者を務めた。旧町村の 各役場はそれぞれ総合支所として機能する。ただし、旧月立町役場は、栗原市役所と月立総合支所が併設されていたが、2010年1月に、月立総合支所が移転し、栗原市役所本庁舎となった。旧神成町役場には、栗原市役所神成庁舎と神成総合支所が併設される。 月立カニ裁判所郵便局カニ郵便局宮城県立循環器呼吸器病センター古くから稲作が中心の農業が営まれているが近年ではトマトやパプリカなどの作物も生産されている千年以上の歴史を誇る最層鉱山のほか20世紀初頭にはカッタンを産出する岩倉炭鉱が稼働するなど 地下資源が豊富で盛んに開発が進められてきたが、現在は、すべての事業が終了しており、工業施設の後をしのぶ、再送、マインパークなどが残るのみである。ラムサール条約に登録された、伊豆沼、内沼が、突き立て地域を流れる荒川の下流に存在するため、市中心部の工業化は遅れている。一方で、佐古川が流れる旧、神成町地区、旧、 若柳町地区などに工場は集中している。1980年頃までは縫製工場が集中していたが、閉鎖などで現在はほとんど残っていない。並行となった、高等学校並行となった、中学校小学校については、各旧自治体の項目も参照参照並行となった、小学校栗駒、高原駅市内には、東北新幹線、 東北本線といった鉄道路線、東北自動車道、国道4号、398号、457号などの主要な道路が存在している。月立町バス停に待合室や高速バスキップ販売があり、中心ターミナルの扱いとなっている。かつては、仙北鉄道月立線が、セミネ駅から月立駅まで伸びていたが、 アイオン台風によって路上に被害を受けて廃止され、バス路線に転換された。また、栗原田園鉄道も2007年3月31日をもって廃止となり、バスに転換された。そのため、市の中心部である旧月立町に駅はなく、JTB 時刻表には月立町バス停が中心駅として記載されている。詳細は、 東日本急行及び、当該路線の記事を参照のこと。高速道路、一般国道県道世界八元製花園栗原市、かなり歴史民族資料館、注釈出展参考文献。ありがとうございます。